はい、ハロー YouTube、ジャッキーのハッピーラッキーチャンネル、なんとチャンネル登録者数が270人突破ということで、ことでございまして、皆様本当にありがとうございます。すごくね、嬉しくってテンション上がってますね。やっぱり、こういうね、アホみたいな、人生で就職とかもしたことないし、警察にはすぐ捕まるし、っていうか、まあ、それ交通違反ですけど、こういうね、アホみたいなやつでも何かができるよっていうのを、感じさせてもらってるし、感じてほしいっていうね、願いのもとに、この発信メッセージっていうのはさせてもらっております。この経緯をたどると、まあ、自分がね、苦しかった、人生八方塞がりになってた時があったんでね、そういう自分みたいな境遇な人、困ってる人、悩んでる人、苦しい人がね、一人でも減ったらいいなみたいなね、気持ちのもとで、最初やり出しました。で、その時のね、チャンネルのタイトルというのは、最初成功研究所ってやつだったんですよね。ジャッキーの成功研究所。まあ、でも成功とかっていうのはね、硬いなって思ったんですよね。何をもって成功かっていうのももちろんあるけど、まあ一般的にはお金持ち、まあそれで幸せみたいな感じですけど、ちょっと硬いからやめて、そっからジャッキーの幸せ研究所っていうふうにやったんですよね。でですね、そこでずっとやってたんですけど、ある時をきっかけに、ちょっと手違いでジャッキーのハッピーラッキーっていうふうになっちゃって、まあそれもまあいいきっかけだから、まあそれでいこうかなということで、ジャッキーのハッピーラッキーっていう感じでやってますね。で、このジャッキーという人間は、まあ、おかげさまでというかね、その苦しかった振れ幅分だけ、今現状はね、ハッピーラッキーであります。まあ、今日もね、ちょこちょこちょっとお話しさせてもらったんですけど、気づかなかったけど、空には、自分の頭上には太陽が出てて、太陽の周りに丸い輪っかの光が出てたんですよね。それも動画の編集してた時に、後からあれ、太陽の周りに光の輪があるって思って、まあ、以前にも過去にも見たことがあるんですけど、ハロって言ったりとか、日傘っていうふうにも言うらしいんですけど、まあある特殊な条件がないとできない現象であると。だからまあね、それはそれでラッキーだと勝手に思ってるだけなんですけどね。本当に動画チャンネルやりだしてからはね、もう3年ぐらい経ってるんで、まあ人からするとね、3年でまだ270人とかな、もうそんなんやめちまえよっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、ひとえにね、これ、なんで続けれるかって言ったら、楽しいんですよね。楽しいことはやっぱり続けれるし、やりたいことなんでね。まあ、人生を追求するとか、幸せを探求するっていうのはね、人間で生きてる限りはやっぱり楽しいところじゃないですか。そこはね、漠然として。だから、やってられるし、こういうのを発信して、勝手に発信させてもらって、それをね、少なからずともこう見てもらえるっつうのがね、本当に感謝感謝なんですよね。まあね、最近では、私のお父さんまでもがね、 YouTube やりだして、早くもチャンネル登録者数が4人になってたりして、でその動画の伸びとかもね、全部今11本動画出してまして、全部30回以上再生で、最高が70回も再生されてて、僕とは全然違う進みがね、なんかよくわかんない、ないですけど、よくわかんない動画なんですけど、伸びてるんですよね。ってことは僕の動画の方がよくわかんねえ動画なんかなとかね、思いまして、まあニッチなことは喋ってるなとかっていうふうには思ってます。でね、6月6日までに1111人にするんだというふうに、気持ち、夢、テーマ、目標、願望を持ってまして、おいおい111万人にすると。でそれもね、テーマとしては、冒頭先にお話しさせてもらった困ってる人を減らしたいと、幸せな人を増やしたいと。
で、幸せな人を増やしてください。それはまずあなたからですって言われた時に、僕自身が幸せになったことによって幸せな人が一人増えたと。で、幸せな人を増やしてください。それはまずあなたからですって言われた時に、もしこれを見てもらってるそのあなたが幸せになれば、まだその幸せな人が一人増えたと。で、幸せな人を増やしてください。まずあなたからですっていうふうに、世界中の人がじゃあ私からやろうっていうふうにやったら、世界がもう幸せな人で、埋まったという感じですよね。本当に今、こう世界、地球の人間もそうですけど、分岐点だと思うんですよね。いろんなことがあるって、いろんなことがあって、いろんなことがあって。まあ、なんて言うんですかね。まあ、宇宙的なっていうかね、今までの常識概念がガラッと変わるという感じはね、ひしひしと感じてて、まあ、そこら辺説明一応できるっちゃできるし、したいんですけど、まあ、まだちょっとまとまれてないかなっていうのも若干あるかなって感じですね。まあ、何にせよ楽しいし、そこら辺の思いとか、自分のまあ、知識というかね、楽しくなるよとか、まあ、楽しまなくてもいいんですけど、まあ、楽しい方がいいかな。そういうのをこれからも発信していきますので、まあ、めちゃくちゃのこととか、なんだこいつみたいなことを言うとは思うんですけど、まあ、良かれと思って勝手にやらさせてもらってます。本当にありがとうございます。これからも邁進していこうかなって、邁進していきます。ありがとうございました。